どうもワンちゃんです。今回はですね、フランクリンのバッテをオーダーしたいと思います。フランクリンのバッテってオーダーできんのって今思った方おられると思うんですが、できます。一つ条件があって、海外住所で購入してそれを日本に送ってもらうことで海外を経由してフランクリンオーダーできるんですが、今回はなんとですね、フォロワーさんから一緒にバッテオーダーしませんかという連絡が来まして、海外に友人がいるそうで、でその友人を通して一緒にオーダーさせていただくことになりました。バッテのオーダーって僕やったことなくて、今からちょっとオーダーシミュレーションしていきたいと思います。この動画を見ると今見ているあなたもオーダーしたくなるはずです。それではやっていきたいと思います。ワンチャンネル。まずですね、このフランクリンの海外のサイトを開いてもらったら、ここにね、パワーストラップ CFX プロプロクラシックっていう3つが並んでるんですが、今ちょっとちらっと見るとパワーストラップはカラー数がちょっと少ないので、今回はこの CFX、 僕が以前使ってた赤色のフランクリンと同じですね。で、この CFX プロっていうのでカスタムしたいと思います。はい、ポチッと。おー、こんな感じなんですね。で、このフィンガーズハンドバッグ、ここでちょっと色を変えていく感じですね。 OK、 じゃあちょっとやっていきたいと思います。まず何色にするかですね。エルボーガードがグリーンなんで、グリーン基調でもいいなと思いますし、僕の代表のチームハイサイズが去年ユニフォームを変えて、アスカユニフォームで作らせてもらって、グレーなんでグレーもありかなっていう、グレーで作ってみましょうか。ちょっとね、英語は読めないんですけど、フィンガーバックス、フィンガー、こうやってね、カーソル合わすと、あ、ここなんやっていうのがわかるんで、英語読めない人も大丈夫ですね。おお、こうやってアップもできますね。ここは指の股、指股的な感じですね。すごいですね。結構カラーが豊富です。1、2、3、4、5、6。24もありますね。迷彩もあるし。まず一回全部グレーにしようかな。まず。バーガンディーもありますね。グレーもうかっこいいですね、やっぱ。ほら。グレー。あ、ここも選べるんですね。おー、で、この、プラス3ドル払うと、こうやって黒金とか、白金とかできるみたいです。かっこいいですね。これでも結構カスタムできますね、僕が思ってる以上に。だってもうこれだけでもかっこいいもんな、シンプルで。おお、こんなとこも選べるんですね。これは時間かかります。これは何分の動画になるんや。あー、なるほどね。プラス3ドルでこのパッド、結構海外サイトのフランクリンはこういうのついてますね。パッド選べるらしいです。でも僕はまあパッドいらんかな、そんなあんまりパッドあんま好きじゃないんで。紫とかあんまないんじゃない。オーダーっぽいけど、達成か。じゃあこんな感じで、ちょっと僕ちょっと集中するんで、皆さん出来上がりをお楽しみに。フランクリンのオーダーがアメリカから届きました。ちょっとおいで。すげえ。でもこれこうやってくんねんな、すごいな。これ初めてオーダーした。しかも海外よ。海外、ほんま海外住所がいるらしい。オーダーするときって、ただ友達がいるから送って一緒にやってもらったっていう。早速開きたいと思います。はい、この箱がいいよ。じゃん。どう、めっちゃかっこいい。かっこいいよな、うん、これどこまで全部オーダーってこと。うん、全部オーダー。全部だ、この色も全部。うん、で、ちょっと細かくいくと、本体グレー、
うんうん、これハイサイズカラー、うんうん、でレールボーガード緑、そうやな、そうだから緑を入れました、はい、で一色の緑じゃなくてこれなんていう緑やったかな、蛍光グリーンみたいなを入れて、でここすごいな、そこまで全部細かくできる。そうやね、めっちゃで、グレーのバッテリーってあんまなくてマルテぐらいしか見ないマルテグレーグレーな、ほんで、こうシルバーかっこいい、ほんまはゴールドが良かったんけど、じゃゴールド合わんかってシルバーにしました、ゴムシルバー。それも全部お決めれん、決めれんねん、まあ、ふわーすごいよな。で、裏はって素材とかは別の、そこはもう、ね、普通の、いや、なんかパッド付き、うん、で日本じゃあんま売られてないけど、ここにこうパッド、吸収パッド付きのもあるけど、俺はもう何もなく、めっちゃかっこいいよな。で、これサイズがユースの L サイズです。子供用ってこと？そう、子供用でもそれでぴったしないの？だから海外はワンサイズ大きいし、うんうんうん、で、前赤色のフランクリン使ってたけど、あれ S やってんけど若干でかかったよ、うん、それはちょうどいいの？うん、ぴったし、ちょうどいい、ちっちゃい、ほらぴったり、ぴったし、隙間なく、うん、うーん、だから手ちっちゃい人は絶対ユースの L ぐらいが多分ちょうどいいから、うんうん、これはユースかって思ったことがあって、ここのさ、手口がちょっとのベルト部分がちっちゃい気がする、うん、そんな変わる？なんか違う？いや、そんな変わらんけど、うん、そのちっちゃい、ここのベルト部分が、でも俺は手ちっちゃいから大丈夫、いけるな、これやばない、かっこいい、合うから、いけるでしょ、これちょっとバット握ってみないと分からんけど、フランクリンやから、そのグリップ力は、そう、前使ってたしな、うん、そうそうそう、これやばいでしょ、これ目立つやろ、いいね、こう大阪におらんやろこのバッテリー使ってるさ、大体赤とかさ、ああまあそうやな、白金とか黒金とか、うんうんうん、だけど緑とグレーってこうないね、なかなかないし、そう、蛍光が生えてるな、そう、これはちょっと差し色にしようと思って、うんうん、で俺アメリカ産やから、うん、若干縫製汚いんかなと思ったけど、次そんなことないの、うん、勝手なイメージ、勝手なイメージで汚いイメージがあって、全然全然、そう、さすがだいたい1ヶ月ぐらい、1ヶ月ぐらい、俺初めてした、あ、バッテ自体を、バッテオーダーを、うん、バッテのオーダーなんかすることないよ、全然野球 YouTube やってなかったら絶対してないけど、これを多分6000円ぐらい、7000円か6000円ぐらい、なんか普通の商品より全然安いよな、そう、だから店舗ベンチとか12000円ぐらいするから、そうやな、これちょっとだいぶ安い、これちょっとハマりそう、癖になりそう、いいね、これで打ちます。今日これさ、バット俺木製やん、うんうんうん、緑になるかなと思って、あ、グリップが、そう、あ、そちょっとそれもかっこいいかなと思って、渋いかな、今年はこれと、まあ、アクセスもあるから、あ、そう、使い分けながらいきたいと思います。チャンネル概要欄にフランクリンの海外サイトやけどオーダーシミュレーション貼っとくんで、よかったら皆さんやってみてください。スミレスポーツさんはオーダーできるとかできないとか、おなんで、もしよかったら問い合わせしてみてください。はい、今回はフランクリンのバッテの紹介でした。はい、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では今回の動画は以上です。おきっ。